はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリュウジです。信長の野望創造戦国より七年、足利義昭での信長包囲網のプレイ続きをやっていきたいと思います。今回のコンセプトはですね、前回に続き第2回目ということになりますが、信長包囲網、連合外交を駆使して信長を滅亡に追い込むという目的を持ってプレイの方を、始めました。で、今回はその第2回目ということになります。で、前回ですね、伊賀上野城をはじめ、筒井城などいくつかの信長側の城を落としました。で、今回は、伊勢、霧島御所だったり、長野城だったり、松ヶ島だったり、この辺りを伺いつつ、近江ですね。現在の信長の本拠地近くにある近江、沢山、観音寺、音羽、この辺りの城を狙っていきたいと思っています。で、早速続きをプレイしていきたいと思うんですが、今ですね、信長、こちらですね、信長が自ら、この六角の石部城を攻めています。これをまず救援してあげないと、石部城が落ちるとですね、直ちに足利の京都二条御所を攻められるリスクが出てくるので、これを避けるためにまずは救援に向かいましょう。でね、義昭は結構出たがりなんで、義昭は引っ込めます。で、代わりに奥義一銭持ちと、あとは奥に、それとそうだな、要人ぐらいを持った武将で出陣していきましょう。この2000で信長を迎え撃ちましょう。で、細川藤高も出陣していきます。参りましょうか。まずはこれくらいの軍勢であれば信長を追い返すことができるでしょう。で、それと並行してですね、援軍の要請を出していきましょう。まずは姫路を完全に反信長連合の支配下に収めておきたいと思います。で、朝倉に対しては今観音寺が手薄になっているので、この沢山を狙ってもらいましょう。我が策、お見せしましょう。待機せよ。で、信長を今追い返すことに成功しましたので、この余勢を買ってそのまま城攻めに入っていきましょう。表情を始めましょう。先月の終始です。信長が今この観音寺に退こうとしている中、三好が、多分この音羽城を狙う構えですかね、これは。なので、そうなると次落としやすいのが長野城か霧島御所か、霧島御所の方が落としやすいかな。では、ちょっと霧島御所の方に兵を進めていきましょう。任せください。武将がここ入ってないな。与力を与えてあげないと、細川藤高が武将の数が足りてないんですね。武将不足だな、深刻な。
これ以上領地が広がっても武将の数が足りないとどうにもならないけど、まあしょうがないな。三好が乙葉城を攻める構えですね。じゃあこれに合わせて近江方面から援軍がおそらく出てこないことを想定してですね、援軍を要請していきましょう。長野城を攻めてもらいます。で、山名に関しては姫路城を引き続き攻めてもらいましょうか。これで長野城が徳川ではない、反信長連合軍の支配下に入ればだいぶ楽になりますね。三好も無茶な戦い挑むな。表情を始めましょう。先月の収支です。報告いたします。深刻な武将不足に陥ってますけど、まあ、ここは回収をそうは言ってもしておかないとどうにもならないけどな。鉄がないな。鉄不足。武将不足に鉄不足。出るとするか。出陣します。さあ、各方面に援軍の要請をしました。まず筒井には長野城で、浅井には乙葉城、三好と連携してもらう形ですね。お助けいたします。出陣するぞ。ご命令くだされ、報告いたします。とはいえ浅井勢、朝倉勢頑張ってるけど、沢山城を落とすまでにはいかないかな。三好も撤退していきますね。で、そんな中、この霧島御所の戦いですが、まあ有利には進んでるな。ここは一気に合戦に持ち込んで蹴りをつけましょう。木材が売れればね、木材を生業にしてそれを金に変えていけばいいんですが、木材をね、売れないっていうのがちょっと痛いですね。となると米を作って米を売って米を売った金で鉄を買うって感じかな。
北条をちょっと味方に引き入れておきましょうか。北条を味方に引き入れて、上杉も味方に引き入れておけば、武田が必然的に信長を攻めざるを得なくなる、そういう状況を作りましょう。ここは城門の守りが思いのほか固いな。ここは引くしかないのか。もうあと今一歩で落とせるかっていうところまでは来てるんですけどね。ちょっと残念ですが、ここは兵を引いていきましょう。もう一押しできればね、この霧島御所も落とせたかなというところではあるんですが。いざ参ろう。ご命令くだされ、報告いたします。先月の収支です。報告いたします。鉄が相変わらずないな。鉄もなければお金もない。信長の総兵力は4万超えてるね。やっぱり一方足利は1万か。三好が2万8千、浅井が6千で、朝倉が1万3千。やっぱりこれは武田がどう動くかによるな。武田を味方に引き入れましょう。そこだな。連合の味方に何としても武田が積極的に参加してくれるようになるためには、何としても北条、上杉、この辺りを味方に入れれば、必然的に武田が対織田に傾かざるを得なくなるはずですからね。ちょっとそれを目論んでいきましょうか。いざ参ろう。ここは朝倉ではなく浅井が攻められる感じかな。信長対1600か。これは救援を出してあげた方がいいな。救援が出せるのが朝宮城からしか出せないな。朝宮城から2100を一応援軍として出してあげましょう。出陣するぞ。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支。なんとか落ちる前に持ってくれよ。
よし、なんとか間に合いましたね。そしたらこれで兵を引いて、いやー、信長連合軍、反信長連合といえどなかなか厳しい上に長島城が落とされるな、このまま行くと。北条の使者がどうなってるかだな。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。北条への使者の状況を見ると、工作はしているものの信用が特に上がってきてるっていう感じではないな。なるほど。で、金もないんで、かといって兵糧を売るわけにもいかないしな、この合戦が続く中。難しい舵取りを迫られてるけど、長島城が落ちてしまうと、信長としては、反撃に出てくる可能性があるので、その前に、どうしても、城を、もう一つ二つ落としたいな。あとは一式ぐらいにしか援軍が頼めないので、どうしようかな。自力で、桐山御所なり長野城を落とすには兵力が、ちょっと足りないよな。かといって、なんとか。出陣するぞ。出陣する。長島城が落ちる前に、蹴りをつけたいな。と言ってる間に、右の方で、長島城が落ちたな。ご命令くだされ。先月長島城が落ちると、いよいよ敵が、こちらの方に、やってくる可能性が高くなる。となるとやっぱ長野城を一旦落としにかかるか。みんな我に続け。出るぞ。義明がね、出たがりなんですよね。毎度のことながら。私にお任せあれ。さあ長野城落としましょう。我が戦お見せしましょう。出陣します。我が戦お見せしましょう。出陣する。よし、夜襲に成功してる。この間に一気に
蹴りをつけたい。承知いたしました。お任せください。ここは引きます。お任せください。貴様らの動き読めておる。この野獣はでかかったな。さすが細川藤鷹だな。今のはかなり大きいけど、それでもまだ戦力差があるな。だいぶ。あわよくばもう一度夜襲に成功しないかな。成功するね、夜襲に。さすがだな。これで久喜義孝の3400が消えればかなり有利に戦いが進むぞ。承知いたしました。さらに挟み込める。かしこまりました。我らが行くぞ。とくとご覧あれ。これで終わらせようと。なぜにとも覚悟は良いか。とっくらいで決まりだ。ただ久喜義孝がさすがに強いな。かしこまりました。強い。さすがに強い。夜襲でこの結果だからな。まともに戦ってたらもっと削られてたんだろうな。出陣しよう。これは退路を断たれたな。一気に合戦に持ち込みましょう。ダメか、奥にが届かないか。お味方が捕らえられました。ダメだ、敵の援軍が来てる。これは撤退するしかない。いやー、厳しい戦いだな。壊滅するまで戦うべきじゃなかったですね。お命令くだされ、先月の終始です。ただでさえ武将不足の中、さらに武将を減らすっていう、なんとも愚策だったな。いやー、追い込まれていくね、こうやってみると。ちょっと集中して狙った方がいいですね、ちょこちょこ出すっていうよりかは。という意味では桐山御所に集中しましょう。援軍を要請する場所を。で、牽制の意味で本願寺には音羽。三好がこの長野城を落としてくれればだいぶ楽になるんだけどな。
これでちょっと撤兵するのを助けてもらえれば。戦へ参る。出陣する。出陣します。表情を始めましょう。先月の終始です。兵が動いている感じがしないんだよな。今兵が動いているのが本願寺の5400。これは動いてるね。この5400がうまく機能すれば勝機もあったかもしれないけど、それにしても鉄がないな。本当に鉄がない。さて、この信長の乙葉城ですが、松永久秀1300、氏里900、梶才蔵が1100、斎藤利光1000で、佐久間信盛4700か。これ相手に戦うのは厳しいな。で、味方は兵を散々に減らしている状態ですよね。ただここはこのチャンス、もう一度長野城を攻めましょう。出陣します。出るとするか。出陣するぞ。出陣します。ご命令くだされ。先月の終始です。秀吉2800に一徹2700か。数の上ではほぼ互角だけど、これで長野城が落とせるのかな。難しいね。密談の使者だけ送っときましょうか。非常に難しい。どうしようかな。続々三好の援軍も駆けつけてくれてはいるのか。報告いたします。先月の終始です。報告いたします。よし、ここは合戦に持ち込んでなんとか活路を生み出しましょう。三好の援軍も大軍が来てくれてるので、これを逃す手はないですね。そうこうしてるうちに三好の味方の援軍が到着してくれれば勝機が出てきますね。お任せください。新たな世を作るのだ。
壊しました。まこれ承知いたしました。勝負しなさい。これで決める。引け。我が道を開けよ。お任せください。はい、この意思表示を見せてくれよ。気合を入れろ。やってくれるな。逃げるな。今のうちですよ。我が策で貴様らを殲滅する。ここらが引きには及ぬ。貴様らの読めておる。逃げるが勝ちよ。さあ、三好の援軍が来てくれれば。三好の援軍何してる。かしこまりました。さらに敵も援軍が来るわけだな。信忠3500か。ちょっと一旦引いて三好を前に立てましょう。で、いやー、信長の、信長の軍勢って本当に、数が半端ないな。ちょっとここは乙葉城に転戦させましょう。三好に、長島城任せます。な、一徹が伊賀上の？伊賀上野城と言ってもな、なんとかここは守りきらないと。これは武将にしましょう。足利がつゆちゃん、ご命令くだされ。先月の収支です。よし、やっと金がまとまって入ってきたので、これで鉄をガシッと買ってきます。これでいろいろできるようになるんじゃないかな。明智光秀も来るか。なんとか伊賀上野城は守りきらないと危なくなるな。で、乙葉城は逆に取れそうですね。私だってやれるんです。浅井朝倉連合軍に今こそ乙葉城ではない沢山城を取ってもらいましょう。で、危ないのが伊賀上野だ。ここが危ない。義明自ら兵を率いて、ついに伊賀上野に出陣だな。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。鈴木家との同盟が残り1ヶ月なら同盟は延長しましょう。もちろんです。で、今取った乙葉城に関しては治療として与えていきましょう。you
今も早くも鉄不足。E が上のに6100、この6100も厳しい6100だな。いよいよ信長隊が総力を上げてくる感じになるね。いやー厳しくなってきてるぞ。どうする？ちょっとここは伊賀上野城と乙葉城が両方失陥する恐れが出てきましたね。ちょっとここは考えものですが、伊賀上野と乙葉城、この防衛戦はちょっと次回お届けしていきたいと思います。ちょっと長くなってきましたからね。この続きお楽しみいただければと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。